崎チャンネル。ジョこんにちは。さあ今回はこれもう何回目なんでしょうね。結構あるっすね。はい、はい、シリーズ化です、はいはい、野球あるあるというところで、今回のあるあるは、はい、キャンプ編。キャンプ編、へえ。キャンプあるあるです。はい、はい、分かりました。野球あるあるキャンプ編。キャンプ開始当初、新人ピッチャーの球がやたらよく見える、あるある。へえ、あるあるなんですか。めっちゃあるあるです。え、でも新人ピッチャーなんですかそれが。はい、はい、新人投手だから、まあ新人っていうのはね、ドラフト1位とか、まあ2位、うん、まあ、ルーキーで入ってくるじゃないですか、はい、だからまあそのね、自主トレしてきて、はい、まあ大体初日からブルペン入りますよね、はい、でまあ僕らね、レギュラークラスのキャッチャーが行って、うん、まあ取ることになるじゃないですか、はい、ってなった時にめちゃくちゃよく見えるんですよ。え、なんでですか。これは10勝だから、ロッテだと服部とかね、はい、藤岡とか、はい、中後ろだったりとか、うんうん、やたらすっごいよく見えるんですよ。へー、これ10勝できるんちゃうかみたいな。みんなそう思うんですね。思わない選手もいるけど、はい、思うことが多いっていう。へー、そのドラフト会でもね、伊藤とか荻野とか、はい、川崎だったりとか、はい、その新人入ってきた時に、はい、ほらいいねみたいな、うん、めっちゃ思うんですよ、はい、でもそれは、はい、幻一光さんみたいなだったっていうことに、はい、キャンプが進むにつれて気づいていくんですよ。え、なんでですか。やっぱり新人って気合を入れて仕上げてくるんですか、キャンプ初日に。まあそれもあるんですけど、はい、一番の原因は僕の目です、はい、うん、あ、目が鈍ってるんですか。オフ過ごして、はい、その目が仕上がってないんですよ。へー、感覚が、はい、だそのオフシーズンで、うんうん、だスピード感に慣れてないんですよね、はい、だからやたらよく見えるんですよ。早っとか思っちゃう。めっちゃ切れてるみたいな。へー、でレギュラークラス、ローテーションクラスを2桁勝つ選手たちっていうのは、はい、逆に言うと、まあ最初仕上げないじゃないですか、うん、軽くやるんでそんなに勢いのいい球投げてるわけじゃないですよね、はい、だからすごいよく見えるんですよ、はい、慣れてないし、うん、でそれがシーズンっていうか、そのキャンプが進みに据えて、はい、中盤以降になってくると、うん、目が仕上がってきますよ、はい、でそうすると、うん、あれ疲れてんのかなあれこんな感じだったっけ、まっすぐ来てねえな、うん、キレ悪くない、あ疲れてんのかな、疲れたかな、飛ばしすぎたかなって思うと、うん、実はそれが本当の球だったっていう。へえ、まあ、だってエース級の人たちがどんどん上げてきて、はい、佐藤さんの目も慣れてきて、慣れてきてそっち受け出してきて、はい、比較する、目慣れてくる、えあれみたいなそうなんですね。え、その最初のウォーイーナーが最後まで変わんなかった新人とか、久保とかね。ああ、そうなんですね。だからやっぱり新人を取るっすよね、うんうん、そういう新人を取ったりとか、ローテーションを守ってくる選手っていうのは一緒っすね、はい、伊藤だったりね、はいはい、荻野だったりとか、うん、っていうのは逆に上がってくるっすね、そっから。あ、いいなってなってくるんですね。その当初より、あ、良くなってきてんなみたいな感じで、彼らも体作ってきて仕上げてくるっていうね、はい、だからそこの誤差が、はい、この目が、これもね、あるあるなんですよ。へえ、やたらよく見えるっすよ。え、じゃあ本当に全球団のキャッチャーってそう思うのかもしれないですね。いや、絶対思ってると思うんですよ。ほー、だからバッティングでもね、はい、シートバッティング、うん、若手が投げるじゃないですか、はい、おら気合い入ってきてんなぁ、いい球、おぉ今年は頼もしいなぁ、うん、なんじゃないですか、はい、目慣れてくるじゃないですか、はい、お前ちゃんと投げるよ、お前パン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 打てんぞみたいなそこまで変わるお前そんなに抑えられへんぞみたいな感じになってくるんですよ、はい、うんうん、へぇ、それぐらいこの目の慣れるか慣れてないかがで大きく変わるっすね、うん、体だけじゃなくて目も変わるんですね。いや、目はめちゃくちゃ大事っすよ。そういった面でも目いいんですか。ねえ、はい、2点です。あ、すごいですね。え、裸眼ですか。はい、すごい。だから近くも遠くも見えます、今まだ。テレビもゲームも携帯も結構見たりするのに、はい、いいですね。全然悪くならないですね。いいですね。だから老眼来ますよって言われてるんですけど、はい、全然来ないです。まだ来ないですか。全然接戦、近くも遠くもはっきり見えます。私なんて 0.01 ぐらいでしたよ。そうですね、そう、気合が足りないですね勉強のしすぎです。え勉強のしすぎです。そうなりました。勉強しすぎで、いや、もう小3からメガネです私今コンタクトですか。いや、もうレーシックしました。あ、レーシックして 1.5、1.5 をずっと保ってます、10年ぐらい。だからやっぱそのね、目の慣れてないとかね、うん、すごい、やっぱこれあるんです、ね、これもね、あのキャッチャーの人に聞いてもらうと、はい、やっぱね、あるあるっていうと思うさ、はい、あと次、はい、キャンプあるある、はい、キャンプのホテルの部屋で
実力が分かる、あるあるって。え、なんで部屋で、はい、部屋をきれいにするかとかそういうんじゃなく、いやいや、どこの部屋でいるかによってその人がチームの序列が分かりますよ。どれだけチームの中で上位レベルにいるかっていうのがね。あ、なるほど、分かるようになりますね。だからまあ、1フロア2フロア貸し切るんで、はい、その階をね、ってなってくると1フロアには狭い部屋もあれば大きい部屋もあるんですよね、はい、そうなったら、まあ、そのチームとして大事だと思ってる人からはめ込んでいきますよね。なるほど、うん、もしくは、うん、年上からはめ込んでいきますよね、はい、でそうなると立ち位置が低いと、うん、シングルでもクローゼットがない、かけるだけ、ね、の部屋になりもあるし、シングルでもクローゼットがある部屋かもしれないし、はい、ダブルでも、ツインルームかダブルベッドかっていうところも同じ部屋の広さでもあるし、はい、もしくはデラックスルーム的なところに行く可能性もあるし、それはもうホテルでもうランクが分かる。キャンプは基本一人部屋なんですよね。基本一人部屋ですね。そのもうレギュラークラスになるとね。でもあれですよね、ちょっと前の部屋見せろよとかやります？やんない？そんなのやんないですね、はい、自分の部屋がどんな感じの部屋だったかで、あと大体わかるっすよね。あと非常階段みたいな書いてるところあるでしょ、その階の、はい、あれで広さとかちょっとずつ分かったりするじゃないですか。なるほどなるほど。はい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 、そういうのはね、あるかもわかんないですね、うんうん、はい。だからそういったところで、うん、部屋を見ていくと分かりやすいっていうかね、はい、これ本当に新人というかめちゃくちゃ若手だけど新人を取ったりちょっと活躍とかすると部屋の良さって一気に上がったりするんですか？それがね、上がんないんですよ。そこは上がんないんですね。やっぱり年功序列もあるんでね、うん、でそうなってくると、はい、だからもう最上位クラスになると何ができるかっていうと、はい、部屋を自分で選べます。こっちって球団に聞かれるんですか？はい、聞かれます。どういう部屋がいいか、サスさん部屋どうしますキャンプみたいな感じで言ったら、はい、うん、石垣とかだとこの L 字になってるんですよ、はい、その部屋こういうふうに L 字になってて、うんうん、この分岐のところ真ん中っていうのは広い部屋、はいはい、一番こっちも広い部屋なんですよね、うん、でエレベーターはこっち側にあるんですよ、こうなってて、はい、であとはまあ同じ部屋のサイズ、うん、でサスさんも広い一番奥の部屋行きますみたいな感じで言われるんですけど、はい、いや俺いいわそこの部屋って言って、どこがいいんですか？エレベーターからすぐのところどっち？いや面倒くさい、だってエレベーターここにあってこうなってて一番ここだから、まあ、それはちょっと面倒いですね。一応でも一番広いの、うん、部屋が、うん、だから多分、はい、気使って言ってくれたんじゃない、はい、サスさんその部屋どう行きますって言って、はい、いいわって言って面倒くさいから遠いしみたいな、はい、で そ階段なんですけど、うん、階段登るよりもめんどくさいし、うん、じゃあ俺はもうじゃあ俺この部屋でいいわって言って、はい、エレベーター降りて正面はうるさい、はい、だからエレベーター降りたところの2つ隣の部屋でいいわって言って、はい、じゃあ広さとか関係なく、そうですね、うん、もうそこでいいわって言って、まあ、そこも広いからね、はい、2ベッドルームロフト付きっていうところで、はい、広いから、うん、もうそこでいいって言って、へ、もう別に無理に広くなって遠くてめんどくさいから、うん、だってランドリーもすぐそこ出すところ目の前にある、はい、でスケジュール表のホワイトボードもそこに書いてる、うん、そこで見に行けば全て用事分かるのね。確かに。でそこから常に見に来るのってもう面倒くさいやん、たかが部屋、ね、部屋広くたって、うん、いるとこ一緒じゃん、一人だと持て余しますしね。だからもういらないっつって、うん、本当の最上位クラスになると、うん、もう部屋はどこに行っても自分で選べるっす、うん、ここへえ、そうなんだ。だから常に札幌でも、はい、ね、ロッテの立川とか、うん、福岡とかどこ行っても、うん、もう同じ部屋っす。へえ、もう常にじゃあもう佐藤はここだなみたいな感じで。そう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 、だからそずっとそこの部屋行けば、あ、いいですね、もうマイルームみたいな、うん、もうそれ最上位クラスね。はい、なんか部屋動いてるうちはまだまだ余っちゃった、はい、そういうことですね。じゃあもう札幌行ったらもうほとんどのもうみんな同じ部屋ほぼ使ってるってことですか？人は知らないよ。はい、俺は一緒の部屋、一緒の部屋なんですね、うん、他の人は知らない。もし動いてたらまだまだってことだ、ね、まだまだ、なるほどなるほど、そう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 これ部屋割り、部屋割りあるあるで、はい、であと、はい、キャンプ、レギュラークラスになると観光気分あるあるちょっと余裕出てきちゃうんですか？もう行くのが楽しくなっちゃうんだよね。あ、そうなんですか。だから最初はいやもうキャンプやおほわりやもうきついなって思いながらキャンプ行くんですけど、はい、うん、もうレギュラークラスになって余裕出てくると、うん、いやもうキャンプやな、何しようかな行ってみたいなあそこのご飯屋さんにも行かなきゃいけないしな、あとで電話しとかなきゃみたいな、あそこも行ってゴルフ場はそこやろみたいな、うん、どういう日程表でどこ行こうかなみたいな、はい、もう観光です。それ何年目ぐらいからそういう気持ちになれたんですか？何年目じゃないです、レギュラー取った。あ、レギュラー取ってから、もう余裕できるから自分の、はい、うん、いやもう楽しいな、なるこさんキャンプ行きますから、
ゴルフまだ行きましょうねとか、はい、あ食事行きましょうとかね、かかってきたりもする時もあるし、はい、もう観光です。へもう余裕もあって、そうか、もう競争しなくてよくなってくると。そうそうそう、うん、仕上げていくっていうだけだから、はい、まだ余裕もあるし、開幕まで時間あるし、はい、そこをしっかり仕上げていこうっていう感じで、はい、その分あのできることも楽しみたいっていうところで、ね、はい、まあ、あのもう楽しかったですね。へえ、石垣島の何が一番良かったですか？石垣島はあのもう日本で一二を争う難しいゴルフ場が小浜島っていう隣の島にあるんですよ、はい、だから高速船で行かなきゃいけないんですけど、うんうんうん、もうそこは狭い、はい、強風吹く、はい、グリーンが絨毯のように重たい、はい、あのフェアウェイに落としてるのに、あの下が硬い板が転がって傾斜で OB に行くっていう謎に難しいゴルフ場があって、はい、でそこに、うん、最終的にはもう今井と2人で行ってたんですけど、はい、ゴルフ行こうぜって、あさっさ行きましょうって2人でそのゴルフに、はい、あの行ってたんですけど、うん、それが本当楽しかったですね。へ、あの毎回休み行ってましたね。今井さんですか？今井ね、年明けね、うんうんうん、ゴリと2人 で、 どっちが最後、もう最後は2人で。どっちがうまいんですか？もうゴリが今うまいかもわかんないね。 あいつ本当にうまい結構、ね、あ、そうなんですか、うん、へ、それで2人で行って遊んでたりとか、はい、うん、だからあとなんかあの石垣の塩のマッサージしてくれるところがあって、はい、でなんかあの砂風呂みたいな砂の、はい、あ塩のプールみたいなのがあって、もう浮くのね、うん、その、はい、あの塩分 で、 そ、 うう、うんうん、でそこでリラックスして、はい、その後マッサージしてくれたりしながらのその中 リラックスタイムっていうのも良かったし、はい、石垣湯を食って、うん、もう最高最高ですね。で最後はねスキューバーとか行ったりして、はい、でなんかあの近親ね翌年からになったりとか、うん、うん、っていうのもあったりとかしながら、まあ、楽しくて、鹿児島鹿児島でね、うん、石垣あの鹿児島黒牛は美味しいし、うん、黒豚も美味しいし、はい、金庫湾のね魚も美味しい、お寿司も美味しいっていう、うん、もう楽しいゴルフ場いっぱいあるみたいな、はい、観光でしょ。そうですね。だって普段のその通勤みたいな、うん、そういう移動時間がなくて練習行けるし、うん、練習って毎日普通はするって考えたら、うん、いいですね。めっちゃいいですよ。普段と違うところで観光もできて練習もできるから、で自分の練習しっかり取り組んで能力を上げるだけでいいんで、はい、うん、競争とかしなくていいじゃないですか、はい、だからそこバタバタしないですよね、うん、ゆっくり自分のペースで開幕まで仕上げていくっていうところもあるんで、はい、もう本当レギュラークラスになったら観光です、はい、キャンプはで若手の皆さんはそうなれるように頑張っていかないといけないです、ね、いや本当楽しいですからね、うん、これがね、まあ、今日3つのキャンプあるんですね、はい、まあ、まだまだあるんですけど、うん、しゃべると長くなるんで、はい、今回これで終わりです。はい、じゃあまだあるあるは多分続いていきますね。そうですね、はい、プロ野球関係者の皆さん、あ、なんか山川選手が見てるらしくて、あ、らしいですよ。そう、山川選手が見てくれてるらしくて、はい、なんかさすがしチャンネル見てるっていう情報をちょっとゲットして、どすこーい、どすこーい、どすこーい、山川ありがとう山川選手もね、このキャンプあるあるで、あるあるって言ってくれてるかもかですね。そうですね、はい、いや面白いって言ってましたよ。いやありがたいですね、はい、いやね、で見てる人もしかしたら隠れ見てる、ね、選手いっぱいいるかもしれない。言ってほしいですね、はい、もっと。そしたらここで公表していくシステムですか？どんどんしていきますどすこーい